お兄さんが買って後悔したものは？ビットコイン。どうも、くまごろにさんでーす。本日はこちら、じゃん。USB ケーブルですね。最近外出すること少なくなったんですけど、お兄さんね、結構ね、こっちのバッテリーを、まあ、カバンとかポケットに入れて、まあ、充電しながら使ったりするんですね。まあ、電車の中とか。ただ考えても見てください。このケーブル、だらしないケーブルね。ダサい。あとケーブルの長さによるけど、カバンに入れるとちょっと短かったりね。ポケットに入れて使うとちょっとダラーンってしちゃったり、まあ、かっこよくないですよ。ということで今回はこの USB ケーブルをカールコードにしてみようと思います。コイルケーブルとかいうのかな？あの電話の受話器のケーブルですね。くる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 ってなってるケーブル。こう伸びるやつ。それに改造してみたいと思います。で、せっかく改造するんでね。どれがいいかな？どの色がいいですか？オリーブドラブもいいしね。まあこのオリーブドラブもなかなかいい色ですね。まあこれもなかなかいいんじゃないか。まあ今回これにしようかな。今回は USB ケーブルをオリーブドラブの被覆を使ってカールコードにしてめっちゃ軍事用っぽくしてみたいと思います。みんな普段着迷彩服じゃん。だからこういう色だとね、似合うよ、やっぱり。よし。じゃあやっていこう。はじめ！はい、まずはね、スリーブつけちゃいましょう。まあ、これぐらい小さければ、このままいってもいい気もするんだけどね。コネクタ切らなくてもいけんのかな？いや、いけないね。やっぱりコネクタは切りましょう。やっぱりケーブル切るのっていつもドキドキするよね。本当に。ケーブルは4本。赤、白、黒、緑。シールドはないですね。一応この状態にして、後でピンアサイ調べましょう。まずスリーブ通しちゃいましょう。皮をかぶらすのって難しいよね。あ、まあ皆さんは得意だと思いますけどね。皮かぶらすの。お兄さんにはとっても難しいです。はい、皮かぶりました。こっちは引っ張っちゃおうか。引っ張ると閉まるんでね、これね。うん、こんな感じで結構閉まりました。まずこっちだけ閉めちゃおうか。これにしよう。とりあえずここで閉めちゃいますね。なんか微妙だな。うん、いいんじゃない？被覆もね、だいぶしごいたんで、ビシッとしていい感じです。そしたら反対側も端子つけちゃいます。こっち側ね。で、つける端子はこれですね。普通の USB 端子。ケーブルが入らないんで、削るか。入んないね。少し削ろう。助けてタックライフ。はいよ。これでいいかな。まあ、とりあえずやってみよう。ああ、ぴったりだな。うん、ぴったりだな。もうちょい短い方がいいか？多分長さはこれでいいと思います。あとピンアサイン調べちゃいましょう。この状態で左が赤、で右が黒かな？そうね。この状態で赤、白、緑、黒だね。赤、白、緑、黒。これでいいや。あれ？やば。線が出てこねえ。ん？どういうこと？線が出てこない。ほら。空っぽ。ほら、線が入ってない。え、どういうこと？データ通信はしないんだけどさ。なんで？白もね、つまむとわかるわ。5ミリぐらい配線が入ってない。
この辺は入ってる。この辺まで入ってない。え、なんで？もう一回切ります。うん、配線入ってる。さっき配線入ってなかったよ。うん、入ってる。大丈夫だ。断線してたってことかな。うん、これで大丈夫だね。ちょっと小手先変えます。なんかね、この小手先もう限界かもしんない。最近ハンダのノリがすげえ悪い。1.5C に変えました。これで固定してあります。撮影を考えるとね、これぐらいがいいかな。赤、白、緑、黒でいきます。まず予備ハンダ。よくこんなところでブリッジしたな。これでハンダ付け OK ですね。はい、あと今回軍事用ですからね、ちゃんと作りましょう。みんな大好きプラリペア。いい感じに収まりそうだね。こんな感じ。ホットボンドでいいか。ここに充填した方がいいね。根元だけプラリペアしとくか。まあ、これで取れることはないでしょう。じゃあ、あと充填しちゃいますね。はい。うん、大丈夫そうだね。うん、ちょっとこれで固めます。はい、乾いたかな？うん、大丈夫そうですね。じゃあ、被覆つけるよ。これでいいか。はい、こんな感じですね。あれ？これメスじゃね？とんでもねえ失敗をした。オスとメスを間違っちまった。お兄さん、USB-C 対応の延長ケーブル作っちゃったよ。で、探したらね、1個だけあった。オス端子。はい、やり直します。あ、結構くっついてるもんだね。折れない。こんなミスをしてしまうとはな。
はい、とりあえず USB ケーブルができました。すっげー時間かかったね。はい、ということでね、何の問題もなく軍事用の USB Type C ケーブルができました。なかなかかっこいいね。で、これをコイルケーブルにしていくんですけど、巻き付けるのはこちら。ある程度熱に強ければ何でもいいです。これはね、突っ張り棒ですね。木の棒でもいいし、何でもいいみたいですね。あ、ちょっと待って、何の棒でもいいって言ったけど、その棒はダメ。やっていきましょう。どれぐらい巻く？ちゃんとできんのかね。あ、一応お兄さんは軍事用にしたかったんでスリーブ入れましたけど、スリーブなくてもできるみたいです。こっちもちょっと長めに取っとこうか。こんな感じですかね。これくらい残しました。なんか良さげだね。で、加熱して癖付けするんですけど、加熱はこちら、マイクッキング。あと、このまま置いちゃうとここだけ熱くなったりすると思うんで、アルミホイル使ってみます。これで包み焼きだね。あとね、温度、これもつけときましょう。温度計ですね。ここにつけときましょう。はい、今の温度27度。何度ぐらい？お兄さんは100度ぐらいかなと思ってんだけど。あ、とりあえずやってみましょう。やっぱりね、130度まで上げます。よくよく考えたら、お兄さん、収縮チューブ縮めるときって130度で縮めてんのよ。なので絶対溶けねえなと思って。130度きっちりまで上げます。なので、ホットプレートはね、140度弱ぐらいまで上げる感じですね。はい、130度になりました。蒸し焼きでケーブルの上で測定してるんで、あとはケーブルの内部までちゃんと熱が入るように、このままちょっと置いてあげます。はい、だいぶやったんで開けてみましょう。結局ね、130度前後で10分ぐらいやってます。まあ、匂いはしないですね。一応ほどけたりはしなかったみたいですね。ほぼほぼ一緒ですかね。93度、93度。はい、このまま常温まで冷まします。はい、冷えました。エアコンの吹き出し口でね、しばらく冷やしたんで、もう大丈夫だと思います。じゃあ、ほどいてみましょう。どうかな？はい、取れました。おお。どう？いい感じです。なんかさらにね、こう、裏巻きするとギチギチになるみたいなんだけど、ギチギチにするとかっこ悪いんでね、ちょうどいいです。自重でぶら下げて、これぐらい。やば、理想的になったぞ。最後こういう風にするかどうか迷ったんだけどね。あ、すげえ、やっぱ強い。こっちだけストレートにしてもいいかもしれないね。こんな感じになりました。使い心地はどうかな？刺して。こんな感じになります。バッテリーを胸ポケットに入れて、スマホを片手にみたいなの、ちょうどいいかもしれないね。この色だとね、職務質問される可能性あるけどね。まあ、この動画見てる人、ほとんど普段着迷彩服だと思うんで、ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、今回は USB のコイルケーブルを作ってみました。海外の動画見て研究したんですけど、多分温度とケーブルがシールドの入ってないものを使うっていうのが、多分この2つがポイントだと思います。このスリーブ布なんで結構質感いいんですよ。おすすめですよ。はい、ということで本日はこちら、栗かのこ。栗かのこって何？なんか普通の水羊羹かなと思ったら、なんかいろんなもん入ってるよ。ほら、ゼリーなのかな。見た目ゼリーっぽい。上透明です。感触もゼリーっぽい。寒天みたいな、硬くて崩れる感じ。ちょっと上の透明だけ食べてみるね。ほら、透明なんだよ。いただきます。まあ、羊羹っぽい感じ。甘い。なんか羊羹ゼリーって感じ。よくわかんないけど、食感はゼリーで、味はあんこ。で、甘い。このつぶつぶなんだろう。小豆か。いっぱい入ってる。ほら。見えないか。ほら、いっぱい入ってる。うん、なるほど。おしるこのスイーツみたいな感じかな。ちょっと栗もいただきますね。栗はそんなに味しないな。すごく夏向きな感じ。おしるこゼリーって感じ。全く伝わってないよね、多分ね。だってこれ周りゼリーなんだもん。ちょっと甘いけどいいんじゃん。はい、山崎栗かのこ和三盆糖使用。製
製造者山崎製パン株式会社、カロリーは120キロカロリーなんで結構少ないね。せっかくスッキリ系で作ってるんで甘さもうちょっと控えてもよかったかもしんないですね。なんか水羊羹よりももっと軽い感じでも粒あんがいっぱい入ってるんで、まあ、羊羹っぽい感じもちゃんとあるみたいな、ちょっと不思議な感じでした。初めて食べましたこれ。はい、ごちそうさまでした。はい、ということで熊五郎さんの出会いでは普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと最新動画通知いきますので通知ボタンオンにしておいてください。それではまた、熊五郎さんでした。バイバイ。